アーモンドビスケットアーモンドビスケットは、杏仁餅、アーモンドケーキ、アーモンドクッキーなどとも呼ばれる、緑豆をベースにした東の一種である。製法上、洋菓子における、クッキーのような焼き菓子ではない。1918年に、中国関東省、香山県の祖公園が、従来の落岩を改良して創作した菓子。緑豆を蒸して、粉にし、砂糖を加え、これを木の菓子型に入れて、 間に甘く味付けした豚肉を置いて突き固めた。当初、杏仁の形に作ったため、杏仁餅と呼ばれたが、京人やアーモンドは用いられていなかった。その後改良を加えたり、風味を増やしたりして、現在は砕いた杏の種である京人や植物油を加え、加熱乾燥をさせた円盤状のものが多くなっている。中山市の土産菓子として人気が高い。一般的なものの味は、 京人の香ばしさと杏仁豆腐の風味が合わさったものであり、食感は若干パサパサしている。マカオにも製法が伝わり、現在のマカオで最も人気のある土産菓子の一つである。特に、セーポール天主堂跡付近の通りでは、10から20ものアーモンドビスケットを売る露天画の木を連ねており、またタイパ島のなり町においても露天商が一列に並んで、 各々が作ったのビスケットを売っている。また、マカオ観光情報局の公式サイトでも人気のある土産物として紹介されており、大かき持ち家などが有名ブランドとして挙げられている。香港や甲州市などでも購入でき、中国国外における一部の中華街のパン屋などでも購入することができる。海外で売られているものはマカオ製のものが多いが、関東省産のものもある。 ありがとうございます。